今ない〇〇を妄想する M8 招待ショータイム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、悩み深き、うん、私、うん、46歳、うん、46歳、うん、サラリーマン、うん、77歳まで、うん、ローンが決まっております。あの、あれだけ買ってはいけないと言われる住宅を買い、うんうん、ああでもそんな自分が癌とかになればさ、うん、ローンなくなるんですよ、うんうん、あなたそんなものを命にかけてんのって言われる。やっぱりこういうのはやっぱちょっと今でもそういうので不安とかあるんですよ、うんうん、まあでも買わないとしても買わなかったら家賃じゃないですか。そうだったらそんなに変わらなくないですか。でもまあそうそうたる輝かしい人たち、うん、ホリエモンさんとか、うんうん、勝間さんとか、うん、常念さんとか、うん、あれだけ家を買うなって言ったのにみたいな、うん、っていう不安もありながら、うん、やっぱりこの日曜日の10時ぐらいになると、うん、はぁってなぜかちょっと、うん、あのウイスキーで自分を、うん、自分に酔いながら、うんうん、はぁって、うん、なんかため息が出る、うんうんうん、でまあそういうのを解消しようと、うん、ポチった、うん、アランの幸福論。幸福論でこれも、うん、あのまあアマゾンで、うん、まあ中古品なんですけども、うん、安いからね、うん、であの備品って書いてあった、うん、綺麗ですよって、うん、読むのに何の支障もなく綺麗ですって書いてあって、うん、買ったところ、うん、あの要所要所に、まあ、ご丁寧に、うん、いろんなところにあの、うん、赤線が引いてある。まあ、そこも含めてあいい本だよってもういいところに線を引いときましたってちきしょうって嘘じゃねえかって思いながら、でもはこれは、うん、あの神様がね読めって言ってくれたところだ、うんうんうん、で、ここの中にノイローゼっていう項目があって、うんうんうん、まあその彼アランのアランが言うところの彼が、うんうん、まあ、立派な教養があって頭のいい男なのがこう言ってきたと、うん、僕は自分に不満なんだと、うん、自分にやっていた仕事や、うん、トランプ遊びから離れるや否や、うん、自分の脳裏にたくさんの些細な理由が駆け巡り、その度ごとに喜んだり悲しんだりさせられると、うんうん、でまあいろんな細かいことがありながら、うん、まあ、それは想像だったりもするんですけどね、うん、でそれがその本当の不幸が訪れたかと同じように、うん、全部重大なことだと思う、うん、些細な心配が、うん、全部それが本当に起きるんだって、うん、すごい心配になってくる、うん、でいろんな人が、うん、そういったことはみんな自分にはどうだっていいことだよって言ってきても、うん、もう僕にとっては全然そんなのは、うん、湿った太鼓のようなものだ、うん、全然心に響いてこねえよ、うんうんうん、っていうのをアランに言ってきた、うん、これは僕ですかねとこいつ教養はないけど、うん、あのちょっとずつあーローンが77歳まであるとか、うん、コロナ禍でね、うん、サラリーマン、うん、46歳、うん、クビって言われたら、うん、俺転職できるのかな。でこう僕がもうそんな考えてもしょうがないじゃん、湿った太鼓ですよ。そんなの湿った太鼓ですよ。っていうことですよね。そういうことです。で僕もやっぱり、うん、クビになってないけど、うん、クビになるかも、うん。じゃあそのやってる仕事は楽しいですか、うんうん、まあ、うん、僕には、うん、今の僕には合ってるんだろうね。ぐらい。うん、でもクビにしないで。うん、クビにされたら僕もう仕事できないです、うん、っていうのとか、家のローン返せるかなとか、うん、あの稼ぎが下がったんですね、うん、まあ妻子はいるんですけど、うん、嫁ちゃんにこんな少ない稼ぎでかっこ悪いって思われたらどうしようとか、うん、言われてないですよ、うん、向こうも思ってないかもしれないけど、うんうん、それが本当に起こったかのように思う、うんうんうん、そう思われてるんじゃないかないかっていうのはなんか僕、うん、不安、あこの人と同じことノイローゼだ、うん、でそこにもちゃんと赤線が引いてあった、うん、っていうのはアランの解説としては、うん、君は頭が良すぎるんだよ、うん、でアランが僕に言ってきた、うん、君は頭が良すぎるよと、うん、自分を考えすぎるんだと、うん、自分がなぜ喜んだり、うん、悲しんだりするかを
君は知ろうとしているねと、うん、でそれが分からずに自分に対してイライラしているんだと、うん、でその要は何で喜ぶか、うん、何で悲しむか、うん、っていうのをそれを知ろうとしているから、うん、でもそんなの分かりっこないことじゃん、うんうん、哲学でもそれはまだ解明されてないよ、うんうん、っていうことだし、そのアランが言うところ、本当のところ幸せとか不幸だという理由には価値がないと、うんうん、それはすべて体の働きで決まってくる、うんうんうん、要は体の好不調っていうので働いてくるから、うんうんうん、まあ、動いて健康になれば全然そういうのは消し去るよっていうことが書いてあったり、あとね、あの赤線ここ読みなさいって言われているのは、音楽でもいい、絵画でもいい、会って話すことでもいい、こういったものは我々の憂鬱に比べて、それは比べようのないほど小さいものにしてしまうよと。会って話すこととか、絵画とか、好きな音楽とか、まあ、好きなことってことですね。そうですね。で、あとその社交界の人間は小さな儀礼に熱心なあまり肝の病気を忘れていると。我々は大事な仕事から、また優位な道から、書物、友人たちから生きる素晴らしさを少しも見つけていないことを恥ずべきだろうと、すごい近いところにあなたの求めているものはあるよと、で自分が本当に得たいと思うものを欲すること、これは往々にして人生の極意でもある、なんかこの不安不安っていうのにとらわれていると、でそれを知りたい知りたいって、君らは頭が良すぎるんだよと、じゃなくてまず体を動かして体を健康にするっていうことと、その音楽とか、好きなものに触れる、だからその僕もお酒を飲みながら、はぁじゃなくて、じゃあ好きな音楽でも聴けよと、っていうことを、アランの幸福論は教えてくれてますと、まあ、っていうのも僕にとっては若干湿った太鼓ではあるんですよ。まあ、わかりますけどね。わかりますけどね、なんですよね。そうなん、そこなんですよ。そこなんです。問題はそこなんです。アランさんよと、あなたのそれも湿った太鼓だよと。その例えば今の話でいくと、仕事の中にも楽しいことがあるはずみたいなこととか、あの、そこの中で触れ合う人とか、そうそういったものを見つけてないっていうところが問題なんだよ。うるさいですよで言われてもはい、はい、まあ、理屈は分かりますけどねみたいな反応が出てきますよね、でもまあ思うに、あの、好きなことをやる、好きなことをやる、まあ、好きな、例えば仕事がもう好きで好きでしょうがなかったら、多分この動画見てないですよね。この動画は見てないですけどこの日曜日の夜にユースとかっていうのはないと思うんですよ、サザエさんシンドロームなんて言葉は出ないし、もうやっと明日から仕事だみたいな、はいはい、感覚になると思うんですよ、ね、はい、で、まあ、それが、まあ、憂鬱になる、まあ、僕も今はまあ土曜日も日曜日も平日も関係ないので、はい、そのサザエさんシンドロームみたいなのはないんですけど、はいはい、昔はこう普通にサラリーマン時代があって、その時は、まあ、確かにありました。日曜日になると、まあ明日から仕事だみたいな、まあ、どう解消してました、もう解消も何もないですよね。乗り越えてただけですよねもうなるほど。で、僕はそういう時は、まあ、YouTube の動画で癒していたのはあるんですね、でもじゃあこれが響くかというと、そう、職場に好きな女の子でもいれば仕事も楽しくなるんでしょうけどね。仕事も楽しくなるかもしれないですよね、っていうところですよね。ちょっと明日仕事に行きたくなる何かがその仕事場にあれば、仕事じゃなく直接関係なくてもいいかもしれないですけど、し、ま、やっぱりこの本でも挙げられていた好きな子もそうだし、好きなもの、自分の好きなものがあると、そっちが高まってくると、それにつなげるために仕事も、じゃあってなるような気がしてます、
あこの我私にとっては、うん、この動画撮影がそうです、うんうんうん、で動画を始めは注目されてないところから始めながら、うんうんうん、なんかいろんなことを試行錯誤しながらやっていく中で、うんうんうん、やっぱちょっとずつ環境が変わってくるっていうのは感じていて、うんうんうん、例えばそのこんな動画にコラボしたいっていう人が来たり、あの本の紹介をしたら、うん、著者さんからありがとうございます、うんうん、じゃあコラボしませんかみたいな話になったり、うんうん、なんか学園祭に呼ばれたりとか、うん、そうでみんなコメントくれるようになるし、ね、なったりっていう、うん、若干その動き出すと、うん、あの環境が変わってくる、うんうんっていうのはあるかなと思ってます。そうですね。最初の方なんかね、全然誰も見ない。誰も見なくて、こう自分の再生数自分で見るだけっていう。そう。はい。で、チャンネル登録者数増えましたねって言うと、あ、それ僕の友達ですみたいな。そうですね。頼みましたって。お願いしたんです。お願いしたんですみたいな。はい、っていう、まあ、なので、でもまあ、地道に腐らず、うん、まあ、それは好きなことなので、うん続けることができた。そうそう。だとやっぱり好きなことを見つけて習慣にする、うんうんうん、まあそこですよね。好きなことを好きなことじゃないとなかなか習慣にしづらいみたいな部分はあると思うんですよね、はい、あとやっぱり皆さん頭がいいので、うん、多分考えちゃうと思うんですよ、うんうん、あの好きなことがある、うん、でも、まあ、それやったとこでさ、うんうん、っていうのは出てくると思うんですね。どうせそんなに1万人とかいかないし、まあ、動画だったらそうですし、うん、いや今からギター始めてもさ、うん、あ、そうそうそう、どうせ誰も見てくれないでしょうとか、うんうん、どうせ上手くならないしみたいなとかって、うん、やっぱりこの年齢、僕46歳、うんうん、だとやっぱりその、まあ、46からラップ始めたいんですけど、うんうん、ラップ始めてもさって何のためって、まあ、若干思ったりはするんですよ、うんうん、でも多分そうじゃなくて、まあ一回やってみる、うん、そう、楽しむことをうんうん、が大切なんじゃないかなって。例えば僕がこうギターを始めた、今からプロになろうって考えるとすごく重いじゃないですか、はいはい、毎日どんだけ練習してとか、まあ、そもそも慣れるのかどうかみたいな。そうですね。だけど楽しもうだったらレベル関係ないんで、それはもう音楽は素晴らしいものですよね。そう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 、楽しもうだと音を楽しむですからね、はい、それが本質ですからね、うん、音楽の。そう確かに、うん、聞いてもらおう、見てもらおうじゃないですからね。そう、音を楽しむですね。音を楽しむっていう意味で言えば、はい、やる意味は十分、やりたいと思うんであればやる意味は十分あると思うんですよね。あとやっぱり賢すぎるっていう点が、うんうん、ブレーキになってる。ブレーキになってる、うん、あなたは賢すぎる。でもそこは誇っていいと思うんですね、うん、俺は賢いんだった、うん、っていうのを誇りつつ手放す。手放す、そうですね。賢すぎるのを手放す、うん、あなたは天才なんですと、うん、でまあちょっと置いといて、うん、あの、まあ、子供がね、わーって何でもやるように、うんうんうん、一回楽しそうと思ったら、そう、やってみる。やってみる、うん、で楽しみがあれば、多分いろいろ嫌なことも乗り越えられる。そうですね。で、そっちで楽しいことで、環境がちょっとずつ変わってくる、うん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 、ことで考え方も変わってくる、うん、ようなんて、うん、あの、賢すぎる人に向けて、うん、そう、些細な問題に思えるようになってくる。そうですね、この地の楽しみがすっごく大きくなれば、はい、そうですね、はい、またそうなるとこの動画で言うと、うん、こっちはこっちで、うん、また苦労も出てくるんですけど、ね、うん、なんか、あ、これやらなきゃねとか、最近増えませんねとかって、うん、新たな悩みを抱えることになるんですけど、うんうん、なんかまあそれも楽しいになるのかなって、うん、楽しいになるんだと思うんですよね、はいはい、まあ、楽しいと思ってやるみたいなところですけどね、賢すぎる人に対して偉そうにすいません思っております。ちょっと考えるのをやめて、はい、そうですね、実際に何かやってみるみたいな、はい、まあ、湿った太鼓はこっちに置いといて、うん、そう、自分の太鼓を持ってくるみたいなね、はい、はい、ところでございます。はい、ありがとうございました、はい、もしよろしければチャンネル登録もよろしくお願いします、うん、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。